ご存じなんだよ。ありがとうございます。さてやろう。暑いね。あ、これは助かる。うわ、動け動け。棒が離れるわ。はい。うん。カップ入れないか。あ、気持ちいい。マミちゃん食ってないな。仕事。ああ終わったら食う。うん、書いてあったき今もっちゅうがあの乳母菓子のやつで、すっあようにようなるんで、あこれ、いつも気がしますあ、そう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 。だから今度のあのスマークマンが出すやつの、うんうん、あれの
夏はもう外側だけでいいな。防水は基本でも結局、あの四つ井の水の辺にそのままこうやってかぶってみたら波が出せんと。そっか、ほら、もうゴア素材感じてたもん。そうっすね。ああ、ボーテックスね。真冬はあのメズル平行けるんじゃない。僕向いて買おうかなって言って聞くけどね。で僕はこの海に乗せてカバーとして上手でやってみようかな。それともマイナス冷凍じゃない。いやいや、コーチなんかこれだけでいいの。これでマイナス15グラムが消えたはずやき、コーチはもうそれだけやったら十分。すごいな。ふもとっぱらでもいけるわ、俺。やっぱ河川焼き、ちょっとオッケーだよね。うん、まあ、詰めたら3分の2か。あ、コンプレッションできる？一応。一応はできる。けど、変わらん。線がマッチバーグ。いや、まあ、空気より全然いいですか、割に。切りやすかった。いそいだれかんですね。じっくりじっくり抜かんと。で、こっちはこっちだけね。あ、で、右開きか。うん。まあ、音楽どんどんね、何画とか考えたら半額ぐらい。でもそうか、オールシーズン使えるって思ったら安いか、うん、でもだってこれ抜いて詰めて持っていけるもんね。そうそうそう、このね、カバーだけで1万ちょっとでいいね。そんなするん、うん、そんなするとこれ、うん、そりゃすごい。アメリカ軍の迷彩やね、これ、うん、これオレゴニアンキャンパーとかでこんな迷彩やね。一応軍が使用しているタイプの材料、ね、結構違うな。これそうだよ、そうだよ。どうぞ。はいはい、どうぞ。 ありがとうございます。いたんないでいつだ、空気いつだ、向こう。あー、やっと収拾だけど、やっぱ歩けるわ。きついわ、あれは。きつい。もう、この前、手井まで行った時はしんどかった。安駅着いた時が36度ぐらいあった。これはあかんで。引っかからないですか、日傘。え、日傘、うん、全然違うぜ。傘付きのこんなほら帽子がある。そう。ただの、いや、日傘の帽子はこうやって問いながら日傘持ってやろ。大変やんこれ。日傘にするとかハハ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 。次は安からここまで歩いて、ここから安からここまで、安からここまで歩いて、で、ここで22キロぐらいで、ここからイノシリか、イノシリ行って、でイノシリから、うん、あのスカイライン通って須崎まで降りて、ロゴスパークの横にほら公園があるやん、うん、であそこ張っていいんかって今問い合わせしようけど、返事がこう。雨あれ、やっぱ来るんやけどね。下にもあるんよ、ひどい、ひどいものがあって、うん、
ここは無料すぐにこの木の近くにもそんな広い滝があるんですけど、滝なんですよ。そしたらもうそれでちょっとそこを動画で一本切って、でそこから、小釜田で小釜田から天満宮まで登っていっちゃう。あこが多分一番大変です、登るのが。うん、天満宮前からどこだ、道の駅のあれアグリ久保川まで歩いて、でアグリ久保川から沖津行こうか思ったけど、もう沖津やめて沖津はやめた、沖津はきついと思って、で今度は四万十川沿いを歩くルート変えて、うん、で、あそこ三島、うん、三島に行って、で三島から、四万十広場までガーッと歩いて、西とかで、止まれるよ、止まれるよ、いつでも。お上がりなんでいいからね。あやつはね、立ち上がるときにブランドってやね。